さあ始まります。クライマックシーズファーストっていうところでね、明日土日からで、ね。 始まりますけども、まだ現状はね、予告先発まだ出てないんでね、想像の範疇でね、語っていきますけども、この動画ね、セリーグ編っていうところで、セリーグの広島対 DNA ね、まあこちらもね、巨人とのミスどもいで、どこが2位になってもおかしくなかったし、どこが4位になってもおかしくなかった。その中でね、最後ギリギリのギリギリで、広島にね、3位 DNA っていうところで、まあ松田スタジアムでね、クライマックシリーズが行われるっていうところでね、えー、そこをね、札崎が、 どちらのチームがね、優位性を持ってこれをね、戦えるのかっていうところで、この動画はね、セリーグ編解説していきたいと思います。ということでね、広島対 DNA、今年のね、直接対決、広島14勝、DNA10 勝で1分けというところで、カープがね、DNA に対しては4勝のね、貯金を作ってるっていうところでは、結構ね、1年間通しては部があったかなっていうね、えー、その中でね、DNA ね、松田スタジアムでね、5勝7敗1分けっていうね、えー、ところで、 だから、どちらも5勝7敗1分けだから、まあ、松田でも横浜スタジオもそんなに分は変わらないのかなっていうところはありますけども、DNA はね、えー、対必死広島戦、チーム打率が2割4分2厘と、こちらね、えー、対セリーグではワーストにホームランね、でも19本というのは2位タイというところで、ホームランは打ってる。ね。防御率は3点で二。位。で、点は75で2位というところで、まあ、投手陣はね、結構、 押さえてる。そしてホームランは打ててる。でもちょっと打率がね、上がってきてないっていうところがね、成績に出てるかなと。でね、DNA がね、マ田ダスタジアムでどうかっていうところで、えー、チーム打率が対広島が2割4分2厘だったところが、マ田ダ限定すると2割3分1厘。こちらもね、ワースト2位。で、ホームランはね、えー、9本っていうところでね、まあ半分、まあ半分半分っていうところでね、まあこちらね、ワースト3位。球場別で言うと。防御率は2.91と2位、ね。で、自、え、責、ー、点が38。 被安打が、ね、でも110本とこれワースト2位っていうところで、まあ、防御率はいいんだけどあんた自体は、ね、結構松田では打たれてるっていうところの、ねえー、データが、えー、出てます。まあ、逆に広島はね今年、えー、ホームでね40勝21敗というところで貯金がね19。 ビジターは25勝35敗なんで借金10というところで、ホームのね、マスダスタジアムではね、部類の強さを見せてるっていうね、データがありますけども、ここでね、対 DNA ね、打率が2割5分1厘とね、セリーグの中では3位、ホームラン16本も3位、防御率が2.83と2位、自責点は71と2位っていうところで、まあ、投手陣はね、結構 DNA 打線を抑えてるかなと。打撃で言うと、対セリーグの中ではまあ中間ぐらいかなっていうね、 えー、ところで抑えてきてるんで、これデータで言うと、まあ、どちらのチームも結構投手陣が頑張ってるかなっていうところがありますね。DNA はね、ランナー出すけどもあんまり失点はしてないっていうね。えー、広島の方は、まあ、ピッチャー陣は結構抑えてるけども、ば、したか悪くもないけど良くもないトータル成績で言うと。DNA はカープに対してちょっと打ててないのかなっていうね。ところが、しかもこの松田スタジアムでね、 ちょっと打ててないのかなっていうところがデータ上出てますけども、まあ、そこら辺をね、えー、踏まえてちょっとね、個人の成績を見ていきましょう。まあ、その中でね、DNA をま、打線の中核をね、担うのはやっぱりマキね。マキがね、なんとね、今年、対広島、2割3分8人と、セリーグの中でワースト2位。で、ホームラン6本は3位。で、打点13はね、ワースト2位。で、OPS も733、ワースト2位というところで、マキがね、対広島に今年打ててないんだよね。 で、ツダスタジアム限定すると、え、打率が2割8厘、で、ホームラン4本。で、打点が6。こちらはね、え、地、あの、球場別でうとワーストです。で、え、OPS も716とワーストというところで、マキーがこの松田スタジアムで今年全然打ててないっていうところで、ちょっとこれは DNA にとってね、不安だね。で、続いてね、宮崎ね。今年宮崎で言うと、え、打率2割6分くり。これはね、対セリーグの中でワースト。 で、ホームラン1本、こちらもワースト。で、打点6、こちらもワースト。で、OPS も733、こちらもワースト。で、松田スタジアムで限定すると、え打率は2割7分5厘と、ちょっと6厘だけ上がる。ホームラン0本、打点が3、OPS 下がって687っていうところで、牧と宮崎が今年ね、松田スタジアムで限定すると、全く打て,てない。その、本人たちの実力が、 普通だとすると、もうかなり低い形で打ててないっていうところは、ちょっとね、この打撃陣のこの中核二人がね、不安なデータ。ね。で、外ね、長距離法で言えば、外がね、今年対広島1割7分3厘。ホームランは3発打ったりけれども、対戦成績1割7分3厘。こちらも不安。ね。その中でね、ポジティブ要素で言えば、キャッチャー山本。こちら対広島3割。で、桑原。 2割分そしてね一番打ってんのがね太田3割2分1に で、松田スタジアムに限定すると、4割7分1人っていうところで、ひょっとしたら大田大使がね、この対広島に向けてはキーポイントになるかなと。しかもね、ひょっとしたら、まあ、森下徳田投げてくると思うんだよね。その中では徳田の時とかね、無類の大田がね、ひょっとしたら強さを見せつけてる可能性があるだけに、これね、打撃成績、対広島戦の打撃成績見てると、ちょっと DNA はね、不安が残る成績のデータが出るけども、 太田のね、この松田限定4割 7V シーンという高打率はね、かなりの高ポジティブ材料だから、もう松、太田はもう右も左も関係なく出してもいいかもわかんないね。データ上はね。で、それに1回ね、投手陣がすごいのよ。まあ多分、あずま今永じゃないのかなと思うけども、あずまがね、対広島防御率1.84。 6先発して、6クオリティスタート。で、4勝0敗。防御率が2.10。で、ウィップが0.82とね。もう完璧なピッチング。で、マツダスタジアムの成績で見ると、マツダスタジアムは今年防御率1.23とね、防御率もさらに良くなって。で、3試合先発して、3効率スタートの2勝0敗。左率がさらに良くなって、1割区分。で、ウィップもさらる良くなって、6.68。もう完璧に抑えてんのよ。このアズマが。DNA 出せよ。 これはすごいね。そして続いて、今永ね。防御率2.61。ね。で、5千発して2クオリティスタートの1勝1敗。で、左率がね、2割6分人とちょっと打たれてて、ウィップも1.13。で、マスダスタジアム限定すると、左率が2割。で、3千発で1クオリティスタート。で、1勝0敗。で、左率が2割く分で、ウィップが1.28と、ちょっとね、今永はちょっと打ち込まれてるかなっていうね。広島にっていうところはあるけども。でも、それでもね、 結構いい成績ですね、勝ち星、え、なってるから、防御率もいいし、これやっぱ投手陣、DNA は投手陣がどこまで踏ん張るかだね。 でね、あの、エスコバも9月に入ってね、防御率0点だと言いい形になったし、森原がね、投げれるかどうか分からないっていうところではね、ウェンデルケンでエスコバ、この2人の外国人投手がね、リリーフは肝になってくるのかなっていうところはあるけども、ちょっと打撃陣が心配なデータだったけども、これ投手陣のね、この先発の2人のいいデータっていうのはね、かなりポジティブ要素かなっていうね、ところはあります。続いてね、カーブの対 DNA 打線ね、考えていこうっていうところで言うと、サッカークラーね、 対 DNA2 割5分7割ホームラン2本っていうところで、まあまあ普通かなっていうね。で、ここから、ドーバイ対 DNA3 割1分1人ホームラン2本。しかも、対左に当たっては3割1分8人と、今年はめちゃくちゃ打ってるっていうところでは、つま今中に対しては、このドーバイかなりね、いいポイントになるのかなと。でね、菊池。対 DNA3 割2分4人ホームラン2本。OPS8、5、6。得点圏打率がなんと3割。で、え小僧の対 DNA4 割。 OPS974, 得点圏打率5割。で、そして、えー、西川、ね、えー、対 DNA4 割1分4厘、OPS1.012、得点圏打率3割8分9厘、ね。で、秋山、えー、対 DNA2 割6分5厘、ね、得点圏打率3割7分5厘。めちゃくちゃ打ってる。このホった、D、広島を完璧に抑えてるあつ対、DNA 打線に無類の強さを見せるこの選手たちのね、 このホコタって対決がね、多分ポイントかなと。で、その中で、ね、若干ちょっとね、ネガティブ情報で言えば、デビッドソン、対 DNA、1割7分3厘ね。やっぱ左投手だから右期待するじゃん。その右のデビッドソンがね、1割7分3厘、ホームランは4本、出塁率がね、2割1分5厘、得点減大率1割2分5厘とね、まあ、当たったらホームランになるけどもっていうね、このちょっと、超半爆地バッティングだね。 続いてね、末金。終盤ね、調子よくなか、よく上がってきてね。しかも、対左だから、末金期待ってカーパンも思ってるだろうけども、末金が対 DNA1 割3分3厘。で、得点圏打率が0-0-0は恥ずかしいですよっていうね。一本もヒット打ってない、得点圏打率。これも、不安。この、左が出てくる中で、デビッドソン、末金が両方とも1割台っていう全く打ってない、対 DNA。これはかなり不安。 そして松山、代打の切り札ね。代打の、えー、対 DNA2 割1分一厘。得点圏打率1割8分2厘。ここも不安。この左ばっかり出てくるところで、右のデビッドソン、末金、ね。かなり期待するところで、このちょっと対戦成績の低はちょっと不安材料だね。で、続いてね、投手陣。ま、あ投手陣、ま、あ森下とこだかなって俺は思うんだけどね。ま、あその中でね、ま、あ森下で言うと、対 d n a 2 7七防御率。2千発で二コーティスタート。1勝0敗。 で、えー、批判打が2割7分1にウィップ1.15というところで、まあウィップはね、1.20未満だと、まあエース級。で、1.40以上だと、まあ問題っていうところで、まあこれね、いろんな賛否もあるけども、まあちょっと出してみたっていうところはあるけどもね、まあエース級っていうところだけども、アン打はちょっと2割7分1厘っていう、ちょっと打たれてるところはね、ちょっと心配かなと。で、トコだね、対 DNA1.88、7千発、6クオリティスタート、3勝1敗、えー、ヒラ率2割4分、ウィップ1.10。ね。で、まあ クリ、ね、対 DNA3.81、4四0発、にクオリティスタート、一勝二敗、非打率3割2厘、ウィップ1.29っていうね、えー、ところで考えると、やっぱ森下とこだかなっていうね、で、どこだかね、やっぱりいい形でね、えー、抑えてるっていうところもあるんで、どこだ森下なのか、森下どこだなのかわかんないけども、まあ、ここの2人かなっていうね、今年しかも7試合もね、 dna 投げで6効率でスタートの3勝1敗だからね。そういった意味では、とことは今年ね、dna 完璧に抑えてるっていうところでは、非常にね、え、いい成績が出てるんじゃないのかなっていうところでね。 まあこういったところがね d n a そして広島のねこの直接対決の中で見たね数字っていうところになりますけれどもまあ d n a はね今年1年でいうとーチーム大地が2割4分7厘、こちらは阪神とね同じようにセ・リーグ2位っていうねところもありますけれどもまあなんと言っても、ね三野がけがで抜けてねいないっていうところはあるけどもやっぱ牧、宮崎のね ここの頑張りっていう、でね、なんて言っても d n a はツ、ね、ーベースが230本とセ・リーグで一番多いのよ、こういったところでね、得点をどんどん回していくっていうね。で得点圏打率の方が2割7分5厘ていうところでセリーグで一番いいの。阪神より一番いいのよ。 得点圏にしたがチャンスをものにしていくっていうところがね、DNA のやっぱ強みっていうところにもね、えー、なってくるかなと。で、フォアボールの方もね、377っていうところでね、こちらは広島とそんなに変わらないんだけども、ね、えー、しっかりとしたフォアボールも取れてるし、氷がね、33個と少ないんでね、 そういったところではもう打ち勝っていく野球しかできないっていうところをね、えー、考えると、あとね、バント成功率がね、7割4分6厘とね、セ・リーグで一番低いのよ。だバントが下手くそ。だからここら辺もきっちりできるかどうか、短期決戦はね、勝負だね。まあ、広島のチーム全体の攻撃で言うと、やっぱ盗塁数かな。まあ、阪神がね、今年一番して79回盗塁してるけども、まあ、広島のもね、78回盗塁してるっていうところで、まあ1個しか使わないんでね、セ・リーグの2盗塁数っていうね、えー、ところを考えると、そしてギ打成功率ね、先ほど ベースターズは低いって言ったけどもカープはね8割8分クリーンでギラー成功率はセリーグ1位なんだよねそういったところで考えると足をね使ったり バントでね、えー、なんとか進めてっていうところね、得点圏打率ね、えー、高いね、堂林菊池ね、そして西川ね、秋山っていうところのね、えー、得点圏打率が高いところがいるからね、そういったところでね、コツコツね、バンドでも盗塁でも、なんとか得点圏に進めて一本で打つってね、返していくっていうところの、まあ、攻撃ね、えー、パターンになってくるかなっていうね。 でまあ DNA はね、三振が846とセリーグで一番少ないから、そういったところではどんどんね、当ててくるっていうね、えー、ところでは非常にね、粘り強いーパッティングっていうところもあるし、えー、カープはね、代打成功率が2割5分7人とセリーグ1位、まあ、ここ松山がいるからね、そういったところでも松山のね、使い方っていうところがポイントになるけども、松山が対 DNA2 割1分1人しか打ってない、特典権1割8分2人しか打ってないっていうところがね、ちょっと不安材料があるけどね。広島はね、投手陣に至ってった防御率が3.20。 先発が3.24リリーフが3.14というところで、まあ、そんなに大きくね投手陣は可でもなく不可でもなくっていうね、えー、ところでは、まあ、クオリティスタート率が51%というところで、えー、セ・リーグの中ではワースト2位って少ないんだけども、まあ、そこら辺、ね、リリーフだから島内とかのね 頑張る島内、ターリーとかがね、カーパーリリーフ鍵になってくる可能性は、えー、十分あるけども、この2つのここまでのデータを見てると、まあ、全体的なね、1年間戦った上での広島 DNA のこの攻撃陣、ディフェンス陣っていうところでいうと、そんなにね、 大きな違いはないっていうところもあるんで、まあ、ここら辺はね、そこまでこのデータとしては何かが見えるようなところはないけども、この個々のね、あの、この松田での戦いっていうところをね、 え、見てるとね、どうなんだろう。ちょっとね、カープがエラー82、DNA は69、これちょっとカープのエラーが多いところが気になるから、短期決戦ミスした終わりだからね、そういったところではカープの守備陣ね、そこら辺はミスなく戦えれるかっていうところがね、ポイントになってくると思います。ということでね、まぁデータから見ると、もうカープ投手陣が DNA 打線をこの沈黙のまま抑えれるかどうかがね、ポイントだね。これ多分ね、打ち合いになったらね、この、 松田今永をね、この打ち合いの中で戦いでは多分勝てないと思うんだよね。だからカープとしてはやっぱりロースコアの展開に持ち込んで3対2とかね、3対1とかでね、勝てるかどうか、まあ2対1とかで勝てるかどうかはね、ポイントになってくるから。 まあ、広島ね、カープの先発陣が、このあんまりね、タイカープ、そしてマツダスタジアムで相性が良くない DNA 打線をしっかり抑えて、ロースコアの展開に持ち込んで、なんとか東今永から得点できるかどうかがね、 勝負だね。作戦でも何でもして。だからね、これ見方としては、広島投手陣対 DNA ね、野手陣のね、このね、ここ抑えれるかどうか、これ打ったらもう DNA 勝ち。抑えたら広島の勝ちっていうね、ところになってくるんじゃないのかなっていうね、この相性がどうなんだろうっていうところはありますけどね。だからまあ、これはね、ちょっと難しいけどね、このデータだけ見てると、カープが部があるんじゃないのかなっていうね、 えー、ところはあります。これね、3戦目まで持ち込んだらね、D、カーブが勝つとしたらもうワンツーでね、トントンっていけるかどうかだと思うね。3戦目まで持ち込んだら DNA の方が部があるんじゃないのかなっていうね、感じがしますけど、皆さんどうでしょうか。ね。というところでね、明日から始まりますからね。で、 毎日ね、クライマックスシリーズは毎日、あの、総チェックね、出していきますから、そちらんもね、撮影が厳しい目でね、総チェック復活というところでね、厳しい目でチェックしていきますから、皆さんね、そちらの方もぜひ楽しんでください。ということで、クライマックスシリーズ、セリーフ、どうなるのか。ね、日戦、広島に立てていけるかどうか、DNA3 戦目持ち込んだ DNA ね、広島カープの先発対ディア戦、どうなるのかね、皆さん楽しんでいきましょう。皆さんのね、え意見もコメントなんでお待ちしてます。